え、泉くん、この前の事件、ほら、隣町の女の子が殺されたっていう。あのさ、この間の映画見る約束だった日に、これだけの食堂を用意したにもかかわらず、わざわざ指定外の場所で食事し殺されるとは。ひょっとして犯人は人間？そう、仲間を殺したのは彼。脳は生き残っていて、寄生生物もちゃんと同居している。貴重なサンプルと言えるだろう。その少年については一任しよう。時に田村さん、子供はどうなったね？黙れ。何か実験するにしても、もう少し育てる必要があるな。ええ、そうです。わかりました。引き続き調査をお願いします。泉真一だな。誰に頼まれたんだ？よう。上条、朝っぱらから何しけた面してるんだよ。そのあんまり言いたくはないけど、泉くんの噂聞いてるでしょ。ただあんな事件があったばかりなのに、落ち着いてるっていうか、普通すぎるっていうか、とても冷静で強くて、まるで別人みたいだった。村野、ごめん、私用があるから。特に変わったところは？となるとやはり何か特有の変化が。そうだよ、気にしない方がおかしい。あんな事件があったのに平然としていられる俺の方が変なんだ。その上、君の一人喋りが加わった日にはにぎやかすぎて父親が変に思うぞ。こんな時間にどこへ？昼間のあの身のこなしといい、この行動といい、泉真一には何か大きな謎が。いけないのか、それが。前はこうじゃなかった。つまらないことにこだわったり、いつまでも悩んだり。カナはあの化け物を俺だと勘違いして近づいたんだと思う。そして殺された。その悲しみを忘れずにいたい、人間として。早く！新一、邪魔するな！何してるんだ！走って！追うんだ！そして殺す！ダメだ！殺すなんて！ダメだったらダメだ！それだけは！ずいぶん遅かったな。何かあったのか？何も、何もないよ。あの男は君一人に照準を合わせ嗅ぎ回っていたようだ。実験。この化け物め！てめえが人間を食ったのか！やだ！泉！やだ、本当に言っちゃった。誰かが俺を実験材料にするために。だがその前に寄生生物の仲間に消されるかもしれん。できるわけないよ。誰なんだ？なんでこんな目に？なんで？どうしたの？いきなり呼び出すなんて。あ、いや、その君と話をしておきたかったんだ。気にしないようにしていても、どうしても気になっちゃって。そのカナさんのこと、いろいろ話したいと思ってたんだ。だけど言えば、何だって言ったら全部言っちゃえばいいよ。そんな、そんなことはないよ。一人で無理しないで話してごらんよ、里美。俺の体、俺の体には。泉くんの目ってなんだか乾いてる。